のテーマ部分側全体全体側部分です断捨離というのは見える世界見える形あるものから見えない領域心の領域まで踏み込んでいきます私は仕事でクラッターコンサルタントという職業名を名乗っていますクラターとは英語で CLUTTR 見えるガラクタという意味ですね その見えるガラクタでお家の中が散らかっている様子もクラターもう一つとても重要な意味がありますこの英語で言うクラタ C-L-U-T-T-E-R これは3番目には見えない心の混乱混沌も実は同じ言葉でこの「クラター」という言葉で表します。 ですからこの言葉一つとっても見えるガラクタと見えない心の領域であるガラクタは実はイコールですよ。なぜなら一つの言葉で表されるから。この言葉に出会った時にまさに私の伝えたいことはこれだなと本当に腑に落ちた思いがありました。見える世界と見えない世界は本当に一つでつながっている。 見見える世界を見ればつまりお家が取り散らかった様子を見れば必ずそこの背後にある見えない心の領域まで診断することができる。で診断するばかりではなく実は治療も見える世界からら始められますよとこれが断捨離でみんなで分かち合いたい大きな思想。 概念でありぜひぜひこれを使いこなしていただきたいなと思っています。言い換えればこの見える世界と見えない世界が一つだということこれは私たちは日頃よくよく体験しているはずですね。一つの言葉で言うとそ層という言葉になります。手層の層ですね。この層という言葉これは見える形という意味ですが この「そう」という言葉の中に見える形を見れば必ず見えないものも全部そこから読み取ることができますよ。そして読み取るつまり診断するだけではなく必ず治療もそこからできますよということが、まあ、東洋思想ですね。か、えー、かりやすく例例をををげましょうか例えば姿勢見見てて表情を見て 私たちは「あこの人元気がないな」と判断することはありませんか猫背でうなだれていたら「あこの人元気がないんだな」って診断を下してませんか胸を張って背筋をシャンとしている姿勢つまり見える形がそうである場合に私たちは「あこの人元気がないんだな」という診断は下さないはずですよね。その形から いろんな見えないその人の気元気があるなしという情報は読み取ってるはずですね普段、特に意識はしていなくても見える形でいろんな情報を取り込み見えない気の世界を診断してるはずです、ね、あ元気がない姿勢をしてるんだなという時に実際にどうしてその気を取り戻していくかということですよね。 元気がなくなっている理由を解明する前にまず姿勢から変えてしまうんですね猫背でうなだれて顎が出ていて腰が引けてて膝が曲がってとぼとぼと歩いているならばそれはまさに元気がない象徴であるならばまず顎を引き背筋を伸ばし腰を立て。 そして膝を伸ばして大股で歩いてみる、まあ、これは、ね、私がずっと関わってきたヨガの世界でまずやることです、ね、まず体を先に見える体の方を先に整えてしまう背筋を伸ばしてこそ元気が湧いてくるんだよともちろん元気をなくした理由は何にも変わっていないにもかかわらず元気が湧いてくるんですよと。で湧いてきた状態で その元気をなくすきっかけになった問題に取り組んでいきましょうというのがヨガの最初のスタイルですね。これを家の状態に応用したのがまさに断捨離ですね。ヨガは体を見てその人の気のレベルを診断する。そしてその気のレベルを高めるためにまず体、見える形を整えていこう。断捨離はそれを 家に応用しているだけですね家の状態が惨憺たるありさまならばそこに住まいする人の心の状態もおそらく惨憺たるありさまであろう。じゃあどうするじゃあまず家を整える。家を整えたら必ずそこに住まいする人の見えない心の領域も整うはずだから。 診断と治療を一致させていくというのが断捨離です。DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。 お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧下さりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。